ラグビーフットボールリーグチャンピオンシップファーストディビジョンは1895年から1996年までのイングランドにおけるラグビーリーグのトップディビジョンであった。1996年にスーパーリーグに置き換えられた。北部ラグビーフットボール連合の初シーズンはすべての離脱クラブが単一のリーグ競技会でプレーした。新チームの追加と移動距離の問題から翌シーズンに リーグは、ヨークシャーリーグとランカシャーリーグの二つの分かれた。このリーグ構成は1901から02シーズンまで続いたが、それぞれのリーグのトップクラブが脱退し、単一の新たな競技会を設立した。翌シーズン、ヨークシャーリーグとランカシャーリーグに残留したクラブは、再編され、セカンドディビジョンを結成した。1905から06シーズン、二つのディビジョンが、 再統合された。クラブは自身のカウンティのすべてのチームとホームアウェー方式で戦い、結果は再結成されたヨークシャーリーグとランカシャーリーグに加算された。これらのリーグはカウンティ間の試合も編成した。すべての結果はチャンピオンシップの単一順位表へと紹介された。大会を生産するため、 上位4クラブによるプレイオフシリーズによってチャンピオンが決定された。二度の世界大戦の介入は別として、このシステムは1962から63シーズンまで続き、その後の2年間は一時的に二部制に戻った。1964・65シーズンにカウンティリーグに分割される一つの大きなディビジョンへと戻った。プレイオフは 上位16チームに拡大され、マン・オブ・ザ・マッチの賞として、ハリー・サンダーランド・トロフィーが導入された。1973・74シーズンに、今一度二部制に戻った。プレイオフとヨークシャーリーグ、ランカシャーリーグは廃止され、新たなプレイオフ型の大会である、プレミアシップが導入された。しかしながら、チャンピオンシップを主位で置いたチームが、チャンピオンの栄誉を与えられた。 1980年代末から1990年代のこの時期、ウィガン・ウォリアーズがチャンピオンシップとチャレンジカップの両方を支配した。1996年、チャンピオンシップはスーパーリーグに置き換わった。残りのクラブは後に RFL チャンピオンシップの結成に進んだ。ありがとうございます。